あ、やってるわ。ご迷惑をおかけしました。これか。まあ、クリさんも、ちょっとスケロクさんに対する、ちょっと、まあ、コメントというか、ちょっとひどいコメントについて、まあ、謝って、あ、謝罪して、クリさんもだいたいさ、謝罪な、謝罪してくれた な、会見するんだってな、ちゃんとな、動画でやれよ、動画で。まあ、お互い謝って、まあ、あと今後の話については、でクリさんはなんかな、まあ、スケロクちゃんにな謝ったらしいよ。クリさんは、うん、あ、だから、まあ、クリさんも俺に嘘ついてんだよ。理由としては、別にお金を全員一の話だとな、クリさんは謝ったって言ってるから、怒ってたわけじゃなくて、そのいろいろ、あの、俺が、まあ、税金だったり、まあ、スケロクちゃんに3万円借りてると、とかいろいろ後から出てきたことによって、ちょっと待って話が違うじゃないかっていうことで、これからどうする、どうやって返していくのっていうことで連絡したかったみたいで、それで俺がちょっと、まあ、したかったみたいで、どう見ても文面的にそれしかないだろう。連絡を急に取らなくなったから、それについて怒ってたということで、まあ、クリさんとしては、まあ、もう今厳しいなら別に3万返さ、3万切っても別にそれは構わないし、ちゃんと返せるのか心配だったので連絡した、あ、したかったということで、まあ、だからこいつさ、スケロクにも責任押し付けてさ、どんだけ卑怯なんだよ。まあ、今厳しいだろうし、3万円でええから、まあ、収入が増えたらそのうち別に多めに返してくれたらいいということで、まあ、言ってくれました。いや、今月の、あ、今月っていうか先月の3万円は払ったので、まあ、だから、まあ、クリさんとの話し合いはそういう感じで、まあ、話し合ったというか、まあ、なんだろうな、3万円は、まあ、ちゃんと返していくと、とりあえず、まあ、ちょっと俺もまだ支払いが他にちょっと、まあ、出てきちゃったんで、それが、それとかがちょっと心配で、それなのに連絡が取れなくて、怒ってたという。まあ、あと怒ってたのは、やっぱり、まあ、先月、まあ、ちょっと、返済前に、勝手に、パチンコ配信を始めたりして、それで怒ってたという。まあ、それについても、まあ、謝罪はしましたが。パチンコ配信なんて話してなかったぞ。一発だろ、あんなの。今後は。FX で溶かしたって聞いたの、俺。まあ、俺聞いたんですけど、まあ、じゃあもう、ちょっとクリさん、FX はもう、やんない方がいいですかねって言ったら、クリさんは、いや、FX はやってええと思うし、それが大ちゃんの放送やから、それで FX 配信者やし、それで、まあ、成り上がっていくなら、それの方がええと思うし、俺はやめろと言わへんでっていう言葉を言っていただきまして、まあ FX の方、あ、まあでもその返し、いや、もともと FX はやっていいっつってるよ。うん。あの、バカみたいに使ったらあかんでっていう。だけど約束は守りやって。そんだけの話だから。それはまあ気をつけて。もともと変な取り立てなんかしてないんだから、あの人。まあ、まだやる予定はないですけど。関係ない人が、ちょっとまあ、いろいろしたことによって、ちょっと、まあ、
おかしくなってる。まあそちょっとまああんまり深くはないですけど、 P さんについてはまあ徹底的に俺は許さないし、ちょっともうまあ今入っちゃってるのはあんま言わないで言えないんですけど、まあ殺すとかね、いろいろ言われたので、まあ俺まあスケロクシャンじゃなくて俺がまあスケロクシャンが動くとスケロクシャンの住所とかスケロクシャンの本名もバレちゃうので、俺自身が動かないといけないので、俺がちょっとまあ動いていくということで。いやだからクリさんについては別に何にもする気はないですね。謝ってくれたし、ケインなんつったんだよ。クリさんについてはクリを暴行で訴えるっつっただろ。スケロクちゃんがもう困ってるから、なぜか毎日エスカレートしてってるんで、ちょっともうそれはやりたいと思いますけど。いや、お前が悪いからだろって。え、P さんに何の関係があるんですか。だって逆にその前に P さんって何にも関係ないじゃないですか。ちょくり呼ぶか。関係ない人が殺す、家に来たり金返せ、10万返せ、一括で返せって言ってたんですよ、関係ない人がね。ちょっと枠取り直して、ちょっと携帯使いたいわ。クリ呼ぶわ一回。だって P さんからとりあえずクリ呼ぶわ今から。債権のことも全く関係なかったわけだし、 P さんは勝手にその債権をもらったと思って、ちょっとクリに電話します。で今すぐ謝りに来いって土下座しに来い。はい、今どこおるの。今家におるよ。いや、今すぐ来いよ。何しよう。謝りに来いってこと。何に。なあ、謝りに来いよ。何に謝る。なあ、俺にだよ、まず俺に謝りに来い。いいからすぐ来いよ。じゃあ、なんか何の件で謝りに来る。何の件か分かるだろう。なあ、頭の、お前天然パーマでも分かるだろう。ごめん。早く謝りに来いよ。ちょい、何怒ってんのよ。いいから謝りに来いよ。お前もさ、いつも言うだろ、怒った時家に謝りに来いって。ちゃんと理由を言うじゃん。何の理由で謝りに来い。いや、理由なんかお前言わないじゃん、いつも。なんか頭に来るかって。言わないじゃんって言うよ、そんな。いや、つばにゃんの引っ越しの手伝いするなら、あんたなんか許せへんとか、なんかそ、どうだか。じゃあ、善一の件だよ。謝りに来い。まず謝りに来い。意味が分かる。まず謝りで、本当のこと言えよ。お前一人で謝罪してたらしいな、裏で。何の謝罪？あのスケロクちゃんと、な、善一に謝ったらしいやん。いや、スケロクに謝ったけど、善一なんか謝ってないじゃない。ああ、じゃあ、スケロクに謝ったん、善一謝ったん知らんけど、何を謝った。俺、いや、よう知らんねんけど、まあなんか俺がさ、いろいろ書き込みしてたとか、なんか言うてんだよね、向こうは。で、さ、俺、はっきり覚えてないのよ、そんな書き込み。そもそもスケロクの配信とか、スケロクのことなんか全然見てないから、あ、知らないんだけど。だから誰も興味ないよ、スケロクなんか。そうそう、で善逸のとこで打ったコメントをなんかスクショをパシャパシャ撮ってたんだって、ちょっと気に障るようなコメントをさ。でまあそういうコメントがあったことについて、彼女が傷ついてるみたいな。じゃあ謝った。じゃあ傷ついたから謝ったんだな。じゃあ俺も傷ついてるから今すぐ謝りに来いよ。いや今すぐ来いよ。切るぞもう。春一さんはさ、確かに借金とか賠償金の話とかいろいろあるけど、吉江さんっていう永久期間作り出して今頑張ってるよ。応援したいよ。だから俺はナイスを流そうと思ってる。まあ、今後、まあ、使い込んで税金で多分積むけど、まあ、それはもうそれだから。俺は吉江さんにナイス流そうと思うもん。春日さんは実に男だよ。こいつな全部人のせいにしてんだよ。早く訴えてこいよ。構わないから。ちょっと俺もう一回クリに電話するわ。クリが俺に謝罪しなかったら、俺今からクリに配信しながらクリにとこ突撃するから、マジで。
俺ガチ切れしてるかな。はい、吉村。いや、お前、どこにいんだ、吉村。いや、今、家にいる。あ、お前、こいつ来たよ。マジで行くの？いや、じゃあ、いやに来ないんだったら俺行くからね。あの、ゆうこも全部やるから。全部、うん、かますから。うん、もう切れてるから。そうなん、ちょっと10分待って、今ちょっと家賃のそこつけて、この人だけつけるわ。は？家賃そこつけるだったらつけるところあるだろ、他に。ちょっと今仕事中だ。な、家賃とか、な、どうでもいいだろ、家賃なんて。あ、まあ、たたたたたたた、まだあと、あと10分で行くから、ちょっと。なんか家賃でなんか詰めに行くところだからだってよう分からんけど、俺はな、悔しかったよ最初。こんだけ世話になってるクリさんに、俺も世話になってるからバカにして、連絡も取れずに全部スケロクのせいにして、四方八方に言い訳ばっかりしてる、悔しかったよ。だから泣いたんだよ。もう泣かない、絶対泣かない。とりあえずですね、これ今配信って画面どう思ってんの？心配。あと俺の、あ、画面変わってないわ、うん、お金の騙しなさ、顔出しで配信してるわ、うん、警察でも何でも呼べよ。もう先に呼んどくか、もう奈良県警電話するか、違法行為とか。いや、ラジオにしてるのは、もう俺を YouTube に設定してるから、ラジオでしかできなかったんだよ。いろいろやったら。吉村直樹を逮捕しろよ。俺ん家から、一日家賃を超えただけで、パソコン、もうスマートフォンも全部持ってこうとしたんだぜ。で、俺パソコンとスマートフォンだけはもう仕事道具だから勘弁してくださいって言って、そしたら掃除機と、ダイソンの掃除機だよ。掃除機と自転車と、スイッチ持ってったよ。てめえの、そういういい加減な仕事が、今回の事態招いたんだろう。謝りに来いよ。あ、来た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 。玄関開けてないわ。足が痺れてる。すみません、パン粉さん階段のところで焦げてちょっと足打って動けなくなっちゃったんで、ちょっと病院かもしれません。大丈夫？どんな感じって、もう玄関のとこで一段半かちょっとけつまずいて焦げて、もうそのまま痛くて動けないっていう感じなんだけど、病院、今日何曜日？今日何曜日だっけ？はいはい、あ、はいはい、はい、はい、ちょい。困ったな。ちょ、ほんま、とりあえず救急車呼ぶわ。いや、いいよ、もうそ、え？いや、余計なことすんなって、もう10分以上動けてないから。殺すぞ、マジで。いや、どうすんのよ、それ。いいよ、おとなしいから、大丈夫ちょっと、配信切るわ。切らんで。いや、切らんでええって、そんなん、病気やねえから。ちょっと、どうやって切んのやろ、これ。どこだっけ？これか。すいません。じゃあちょっと、こんな事態になったんで。ダメって。いや、でも、ほんまにピクリとも動かへんねんけど。いや、聞かせろって。はい。はい、吉村です。いや、ほんまに全然動いてないのよ。いや、呼ぼうとしたらさ、余計なことすんだって、もう騒ぎ立ててんだけど、もうお酒に酔ってるから、本当かどうか分かんないんだよ。どうしよう。
でも全然動かへんから、ちょっと一応読めた方がいいかな。ちょっと読むわ。あ、読んで。住所、あの、Google ドライブに入って。うるせえよ、ちょっと読んでやって。ちょっと、マジで今、救急車、あの、奥さんの方に呼んでもらったんで。いや、よ、余計なことすんなって、あんたただでさえ体弱い。いや、動けんの？動けるよ。動けるよ。大丈夫？ちょっと。病院行きたくないよ、もう。わかったわかったわかった、ちょい。ちょっと。どこ打ったの？あ、もしもし、あの、親父悪いねんけど、ちょっとさ、ゆいもんとこ行って、ちょっと救急車は今いいって言うといて。いや、ピーが階段から転げ落ちてさ、ちょっと踏み外して、あの、打って動けへんかってんけど、もうちょっと痛み引いて動けるようになってるから、ちょっともう救急車はいいって言って、すぐ言うて、今なんか電話通話中やって。頼むわ。大丈夫？どっちなし？お前電気代全部払えよ。水道代も。今払えよ。財布持ってきたか？なんでこたつつけるぐらいでそんなん言うんだよ。じゃあお前高速代払えよ。そう、お前がかかって払ったよ。ん？意味がわかんない。いや、お母のお金から引いとくわ。大丈夫？で、どっち？右。あ、皮ちょっと擦れてるじゃん。角？うん。もうやめとけって、もう。帰れよ、もう。帰れよって、今来いって言うてる。じゃあ謝れよ、今土下座しろよ。謝るのが得意なんだろ。いや、じゃあもう今回は。スケロクに謝ったんか？スケロクに謝ったよ。なんて。いや、俺だからさっきも電話で言ったけど、その、前日のとこでコメント打ってたらしいの。で、そこで傷つくコメントがあったらしいの。俺はちょっと全然覚えてないし知らんねんけど。で、それで傷ついたんやったら、もうすいませんでしたって言って。じゃあ俺にも謝れよ。いや、だからそれはあんたにも謝らんたから申し訳なかったです。俺は金払ってくれなきゃ。じゃあ家賃を俺も半年間払わなきゃ。やだよ、意味が分かんないよな。スケロクは謝罪だけ許してくれ。俺は許さないから、そんなの。家賃もう半年分な。あんた気づかなきゃ、自分が気づかなきゃ分からんだろ。いや、意味が分かんないな。テンパーだし、意味が分かんない。うねって髪の毛生えてくんだろ。傷つけよ。なあ、意味が分からない、うん、なあ、今言葉だけで言っただろ。いやいやいや、だからね、俺は思ったのは、そのいつもさ、あの大輔とかさ、あんたとかさ、独り身じゃん。で、要はあの付き合いも長いし、あの P がさ、俺に同じ支援者やろ、俺ら、あの前室と。お前なんか俺らに支援したんか。いや、お金も借りてただろ。返してん、俺は。いやいや、だからそれもあるから。誰来たよ？いや、あんた倒れたから、もし男で足りへんかったら困るからって言って呼んだんだよ。たこ焼き、うん、入っていいよ。いいっすよ。で、まあ結局俺が、あの P は借金返し終わったからさ、生きるじゃん、全員に対して。で、それをぶつけて、まあ様子見て。あ、こんばんは。あの、被弾すると、あの入った以上は被弾する可能性あると思ってる。うん、そう。俺が出るわ。あー、やめて。はい、吉村です。あ、そう、ありがとう。あ、で、ね、ちょっとまた、あの悪化しそうやったら、ちょっとあの夜間病院連れてくわ。うん、あ、なんかあったら言うわ。はい。今回の件、うん、ね、ケンさんからもいろいろ情報提供あったでしょ。うん、だから昨日言うた通りだよ、俺、内容、電話内容も。で、全部、僕は
世話になってるクリさんには牙を向ける気はありません、だけどパン粉だけは許せませんって、うん、って言ってるんでしょ、言ってるね、うん、で裏でスケロクちゃんは、んスケロクちゃんはその行動の裏付けは何、んスケロクちゃんはその行動の裏付けは何ってことは俺はスケロクと戦えばいいってこと、いやだからなんだからスケロクはやめとけってほんまに、でもそう言ってるじゃん、ケンさんにも言ってたよ、ケンさんの話も聞いたよ、まあまあ聞いたよ、確かに聞いたよ、うん、あいつはスケロクに操られてるってケンさん言ってたよね、まあまあ確かに、うん、それは思うよ、だってあの善逸がさそんな警察行ったりさこうやってさ大ごとにするようなあのタイプでもないし、そんな頭脳もないじゃん、こいつてめえもなだからまあまあたこ焼き今からこいつのさ髪の毛モヒカンしようと一緒に、おいやめろってお前、うん、あやめろってお前手伝ったんだよな、な手伝ったよなたこ焼き善逸のモヒカンになんかウルトラの母にするとかって手伝ったよなお前、じゃあこいつを今からモヒカンしようぜ、なんでやそれさあんたさ、うん、不義理ってよく言葉使うやん、うん、あんたそれは不義理やって、うんうん、今回の件俺に対して不義理やと思わない、まあそれは思うな、俺がまあ助けを求めて、まあ俺が面白半分で善逸にあんたをぶつけて、でちょっとあんたも借金返し終わったから上から来るじゃんバーっと、でそれで善逸が困ってるとこを見ようとしてたのは間違いないわな、だからそこであんたを使って、で結局はしごを外した状態で、あんたがさ泣いてくれてさ、あの不義理や言うて善逸、こんなん 100% 善逸悪いやんか、あでもそれでもうちょっとさ俺はまあ正直裏にスケロクちゃんもおるから、善逸一人やったらさガンガン詰めるしさもっとやるけど、まあ正直スケロクちゃん主導のとこもあるから、まあちょっとここ一歩引いといた方がええかなってちょっとひよったとこがあるやんか、俺それはやっぱあんたにとってはまあショック受けるな、それは理解はできるわな、それは悪かったと思ってるよ、お前うちの綿棒今使ったろ、綿棒で金取んの、取るわ綿棒だってでね、人んちの綿棒で勝手に前な耳掃除すんなよマジで、脇がだから耳が耳垢ガチャガチャがすんだろ、あなあ高校の時にさ おばあちゃんのお金で脇がの手術して今は脳脇がかは知らんけどなあ、でも耳の耳垢までは変わらないんだろ体質が、わかるよ綿棒で掃除したい気持ち、うるさいなマジクソだよこいつ、こいつもクソだよ、いやだから現地もクソだったらお前もクソだわ、だから警告してるやんか、だから今回なんか警告って善逸となパン粉と俺だけやったらいつも通りわーってやったらええけども、もう善逸もさ裏にさスケロクっていうやつがおんねんから、もう話も見えたんねんから、ここは一歩大人になって引いとけと、いやだから俺はね、いやだからそれは分かるよ、いや分かってないやん、病気の女だよ、ちゃ同じこと言うたやん昨日も、あいつさ、電話外でも言うたら。で、スケロクちゃんが大事だからとかって言って。いや、だからそれは、偉そうなこと言って。いや、それはわかるやん。裏ではさ、全部スケロクちゃんのせいにしてんだよ。それが許せないんだよ。おい、全員つって。俺が渚のさ、せいにしたことあるか、あんな豚だけど、渚ちゃんのことな、クリもな、あんなのやめとけって、散々言われても、うん、おかしいだろ、そんなの。いや、だから全員つやってることはおかしいよ。俺、なぎさ全部ブロックしたから。なぎさ何の関係があんの？いや、なんか、うん。俺、あんたと電話した時や、昨日の夜。うん。昨日の夜、電話したら、電話かかってきて、折り返したら、うん。うちは訴えられてないらしいから、うん、あんた気をつけや、とかって言って、うん、で、俺言ったよね。今聞いた話、全部配信に話させてもらいますよって言って、うん、俺理不尽だと思うから、って言って、うん。で、だけど、うん、よくしてくれる渚ちゃんには先に報告しておこうと思って配信してたの、今日あの子、うん、だから配信今すぐ切って、うん、一回電話するからちょっと話したいことあるかって言ったら、うん、聞こえてないふりしたんだよ、うん、だから全部ブロックした、それだけで、うん、それだけでも飲みすぎだな、何が飲みすぎだよお前、豚みたいなやつを2階に飼ってるくせに、うるさいな、あんた優子も一緒に謝れよ俺あんた謝って絶対許さないからね優子も一緒に謝らなきゃ、そんなもん夫婦なんだから夫婦で謝らなきゃ絶対許さないからな、俺クソだと思うよマジで、いやでももう今回はやめとけ、いや全員詰めるのはいいよ、いや優子は関係ないよ、確かに関係ないけど、うん、でも旦那が理不尽なことやってんだから一緒に謝れって話だよ
それぐらい謝ってくれと、ゆう子が悪いって言ってんじゃない。あれ俺充電器どこやったかな。うるせえお前、なんか充電なんかお前うちの電気また使う気か勝手に。うん、まあまあまあいいじゃないですか。あれ充電器あれそれじゃない、普段関係ない。これ下かピンのとこか。たこ焼き、お前無関係だと思ってそこに座ってんのよ。もう入った以上もう関係あるからな、関係者だから。今まで我慢してたけど我慢っていうか別に我慢もないけどな。今の今まで俺の存在しなかったよ。よいしょ、まあ、入ってきた以上はないな、全部当事者だから俺。充電器どっかで。いやいや、まあまあ、あの怒りいろいろあると思うけどね、もうええやんっていう話にはならへんの。ならんねん。だって向こうはなってないんだもん。え、うん、じゃあ全員違い余ったら許すよ。前週さっきの放送見てたらさ、うん、俺コメントしたんだよ、うん、あの今謝ったら水に流すのって、うん、で前日言葉に詰まってたけど、でも謝らないでしょっていう言い方を前日はしてたから、謝れほんまに。あ、ということはじゃああれか、スケロクがやっぱり 裏から全部操ってんの今でも。違う、それってP さんのことをね、謝らないでしょと思ってるけど、もし謝ってきたら前日は多分水に流すよ。謝れるかよ。何を謝るんだ俺が。それはあれやんか、あんたのもう性格というかさ、もう言ってみたらもう大人なとけって、謝っとけ、すいませんって。スケロクにすいません。俺絶対もう家賃払わないから。スケロクにだけ。してマジで。スケロクにだけは謝っとけよ、ね。だってスケロクは関係なかったんだから実際に。で実際にさ、スケロクに何が俺送ったの？いやだから DM 送ってそれを言うたら脅迫って取られたんだろ。だそれだけ謝っとけ。じゃあ訴えろよ。うん、スケロクは訴えろよ。うん。もう上げた拳。今さらさ、今さだよ。訴えろよ。うん、しっかり訴えろ。俺のこと。俺の DM で深く傷ついたって言うんだったら訴えろ。大ちゃんがそう言って言ってんだから。まあ飲みすぎだな。マジお前モヒカンしろよマジで。なんでよ。だってお前なんかあったらモヒカンすんだろ、趣味だろそれ。なんでお前がしないんだ よ。おかしいだろそれ。なんで全員一、俺もモヒカンしてもらったじゃん。ね、全員一もモヒカン2回してでしょ。2回してるね。うん、じゃあお前もモヒカンしろよ。なんでやらかしたらモヒカンすんだろ。そういうあれだろ、吉村家のそういうなんかあるんだろそういうのが。いやいやいや、無理。俺モヒカンだけやだ。あ、じゃあお前のばあさんでいいよ。おばあちゃん連れてこい。俺おばあさんにはモヒカンだけ嫌だよ。モヒカンしろよ。どうせ、うん、どうせブスの嫁は見るだけだから。不義理不義理とかって言って、あんた不義理やって俺この4年間で多分8回ぐらいは言われてるよな。うん、うん、で俺謝ってるな、その度に。いや、まあまあまあリプト投げつけたこともあるけど、謝りに。いや謝りに来てさ、駅まで迎えに行かされたじゃん。うん、いやでも逆に俺もう車ないから来てくださいって言ったら、なんでうちが行かなあかんねんって、あんたが来るのが道理やろうがって。まあそらすやろ。だったらじゃあ全員一も呼べよな、あにもう一回来させた、一回来させろよ、一回謝りに来させるべきだよな。うん、そりゃそうだよな。連絡ぶっちしてな。で俺が一回でもね、この4年間全員一とコラ会うなら僕も行かせてくださいって言ったことある？ある。ないよ。あるよ。ないよ。あるよ。あんた勝手に連れてくれん、いつも。いや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 、あるって。いや、いつ？どの配信？言って。そのあのさ、ゲロ焼肉配信だって、あんたが、ね。まあ、あれは俺だったよな。あれはじゃないよ。みんなだよ。そんなことないだろ。じゃあ、どれだよ、言ってくれ。じゃあ、例えば、淡路島とかどうなの？いや、淡路島一番最初じゃん、それ。うん。うん。それさ、あんたと知り合いじゃなかったじゃん。淡路島に行くっていう配信をしたらあなたが連絡してきたじゃん。あ、全部ってことはないで、さすがに。いやいや、全部だよ。俺が行きたいなんて絶対言ってないから、俺あいつ苦手なんだ、一緒に言うとイライラするから嫌だって俺毎回言ってんのよ。そうなん？言ってるよね。まあ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 、会いはしないよな。でもあんた連れてくるよね。行くか、大阪今から。警察呼ぶかな。うん、ちょっと行ってみるか。試してみるか。今から行って。行ってみるか。火に油注ぐだけやろ。でさ、もうあれだよ。前日にもちゃんと電話して許可取るよ。でちゃんと家じゃなくてファミレスとかどっかでもいいから一回ちゃんと話しよう。いや家の方がいいよ。いやもういろいろ余計なことは。いや余計なことってなるけども、一回ちゃんと話した方がいいんじゃない？あんたも、あんたが。
いや俺が話すの、話すのあんたでしょ。いやいや俺はもうちゃんと謝ってもらうだけでいいけど、あんたがやっぱりちょっと暴走してるとこもあるし、関わりたくないって言ってるけども、全員に火があるのも間違いない。てかさ、今19時だろ、まだ全員来れるやん。なんで俺が行かない。俺気持ち悪いからさ、もうさっきも吐いたし、はい、足も痛いし、借金の件で話あるから今からなら来いってスピーカーにしろよ。いや、クリが行くのもいいよ、うん、来なかったらあんた行けよ。俺行かない、もう足痛いもん今。はい、ブッチ。まあそらせやろ。はい、ブッチ。まあそらせやろな。気づいてないの？ん？ひょっとしてこれ電話に。いや、あいつ元から電話出ないじゃん。じゃあ行けよ、行ってこい、俺待ってるから。で、話聞いてきて。それぐらいのあるでしょ、たこ焼き連れて行きゃいいやん。行く？うん、俺は行かない。俺足痛いもん、マジで本当に痛いもん。いやいや、俺がダメだよ。もうとりあえずさ、もう帰って、たこ焼きさん連れてて、もう引っ張ってて。たこ焼きさん体大きいから、この電波を読んだよ。まあ帰るわ。うん、どっちにしろ、あのいつもの感じでやるんじゃなくて、ちょっと相手は病人っていうのをちょっと覚えといたら。誰が病人なんだよ。いや、だからもうずっと言ってんじゃん。誰だいぶ好き。誰が病人なの。スケロクちゃんだよ。スケロクは病人なんか。うん、だからもうちょっとやっぱうちらとは違うっていうのは、ちょっともう頭のどっか入れといたらあんたあかんと。ちょっと大人になりよ。あんたが怒ってくれたのは嬉しかったから、もうそれでいいじゃん、ほんまに。いや、いいよ、もう連れて帰って。もう、もう、もうそれでいいじゃん。今、もう。うん、いいよ、大丈夫。あの、たこ焼きさんには迷惑かけないから。こいつには迷惑かけるけどな。全力で。じゃあ、パンコさんもこれで。うん、たこ焼きさんいいかと、本当に。うん。はい、はい、じゃあ、帰って。せっかくおじさん来たのに。なんか食べに行くか。バーガーキングでも行くか。ほな、じゃあ帰るわ。あ、すいません、皆さん、あのお邪魔しました、失礼します。